幸せになるのは超簡単っていうことでお話ししたいと思います。最近の動画でもですね、幸せになるのって簡単なんですよっていうお話をしたんですね。で、どん底の時は全くそんなこと思ってなかったです。本当に何かものすごい壁を乗り越えないとですね、幸せっていうのはその向こう側にしかないんだなと思ってました。もう本当に毎日泣いたりとか、もう一人ぼっちを感じてて、もう体の具合も悪くてですね、もう本当に孤独でですね、私の人生はでも本当に毎日思ってた時はもう全く幸せを感じてなかったんですね。だから幸せになるのが簡単なんて全く思ってなかったんです。もう私はずっとこういう人生だろうなって、もう何のために生きてるんだろう、もう生きていたくないと思ってました。でもですね、今の私が言えるのはもうこれなんですよ。幸せになるのは超簡単っていうことなんです。で、自分の言動にですね、〇〇があるかないかをチェックするだけでいいんです。で、それがもしなければですね、幸せにはなれないっていうことなんです。じゃあその〇〇って何かというとですね、皆さんね、お分かりだと思うんですけども、これなんです。愛なんですね。これね、本当にね、なんかね、綺麗事っていう方もね、いるんですよね、時々。いや、これですね、綺麗事じゃないんですよ。愛っていうのはですね、皆さんがもともと求めているものなんです。皆さんというか人間すべてです。人間だけじゃなくて生きているものすべてですよ。動物だってそうですよ。だから動物だって人間だって愛されたいっていうね、そして愛したい。いや、愛する。もうとにかく愛がね、もう一番なんですよ、生きていく上で。よくね、これ聞きますよね。親から愛されなかったっていうような、そういうフレーズ聞きますよね。親から愛されなかったから、辛い。子供の時辛かった。大人になってもね、なんか親との関係が悪くて全然愛を感じない。もうなんかうちの親って、ってね、なんかそうやって親に対するね、そういう恨みつらみを持ってる方が本当に多いんですけど、まずですね、その子供時代にこの愛されなかったっていうことがあるからこそ、辛いとか、もうそこからですね、やっぱりメンタルがなんかなかなか上がらない。それがなんか自分の承認欲求を満たされなかったことになったりとかですね、悲しみとか、絶望になってる方もいますよね。私もですね、父の方からね、中学校の時から愛されなくなりました。それまでも愛されてたのかどうかちょっとよくわかりませんけども、中2の時からね、愛されなくて、父は再婚してね、その再婚相手一途になったわけなんです。で、そこからですね、本当にもうね、子供たちなんか全然目もくれずっていうことで、そして絶縁状況のまんま、去年私の父は亡くなってて、もう二十何年間会ってませんでした。そういうことでね、会わないで終わっちゃうね、親子関係っていうのがあるわけなんです。それはね、根本にこの愛されなかったっていうのもありました、私も。だから私もこういう経験をした人間としてですね、今こうやってお話ししてるんです。私の動画はですね、全部私もそうでしたっていうことが大前提なんですね。だから皆さんにばっかり言ってるわけじゃないんですよね。で、この愛されなかったっていうことがものすごいですね、心の傷になってるわけなんです。ということは、皆さんやっぱりこれを求めてるわけなんですよ。あるいは求めてたですね、求めてた。幸せっていうのは愛なんですよ。もう愛があれば幸せなんです。で、自分がですね、愛されなかったから、愛をもらえなかったから、悲しかった、辛かった、それで幸せじゃない、私は不幸だって嘆いてらっしゃいますよね。私もそうでしたから。じゃあですよ、そしたら幸せになるのは愛が一番大事なんだったら、じゃあですね、自分の言動に自分がですね、愛を入れればいいっていうことなんですよ。自分が愛をいっぱい持って生きればいいっていうことなんです。そうすると幸せになるっていうことなんです。だから簡単なんです。その簡単っていうのは、ただ自分が愛を持って言動すればいいだけだからなんですよ。自分の言動に愛を持つ、愛を持って接するとかですね、言いますよね。愛を持って何かする、あるいは愛を入れる、心にね、愛を入れて行動する、言動をねするっていうことなんです。で、こういうふうにすればおのずとですね、本当に必ず幸せになるんです。で、どうしてね、そんなね、簡単に幸せになるかというと、みんなが愛を求めてるからなんです。みんなさっき言ったように愛を求めてるんですよ。欲しいと思ってるんです。ということは、自分がですよ、
自分が自分の言動に愛を入れれば、みんなにそれをこうやって与えられますよね。与えてることになるわけなんです。そうすると、この与えられた人、この与えられた人は喜びます。嬉しいと思います。そして幸せを感じます。この誰かからね、この愛を与えられたらですよ、皆さん、喜びませんか？嬉しいと思いませんか？ああ、なんか幸せだなと思いませんか？誰かから愛をもらえるんですよ。言動で、言葉だったり行動で愛をもらえる。そうすると与えられた人はこういうふうになるわけなんですよね。ということは、こういうふうになることをしてくれる人、この自分ですね、自分がしたとしたら、与えられた人はこの自分に対しては、この人好きだなと思うんです。好きだなと思うんです。いい人だなと思うんですね。そうすると関わりたいと思うんですね。いや、もともとね、付き合ってたり関わってて、こうやってね、愛をね、与えるわけですから、まあもともと関わってはいるんでしょうね。でもずっと関わっていたいなと思うんです。だから、本当にこう仲が良くなったり、こうつながりがぐっとね、強くなったりとかするわけなんですよ。そして大切にしようと思うんです。こうやってね、自分に愛をくれる人なんですよ。みんな愛を求めてるから、愛をくれる人を大切にしようと思うんです。そう思いません？自分に優しくしてくれる、思いやってくれる、そこに愛がありますよね。愛を自分に向けてる人を大切にしようってみんな思うんです。っていうことはどうですか？自分もまた喜んだり嬉しいとか幸せを感じるんですね。でもですね、そうやってね、愛をね、ただ持って接すればいいだけなのに、愛を持ってね、言動すればいいだけなのに、これをですね、しない人、あるいはできない人、まあ、これ似たような感じかもしれませんけど、自分の意思があるかね、無意識かっていうことなんですね。無意識でやる場合もありますよね。もう自分がどうやって人にこう愛情を持って接すればいいのかもわからないっていう人もいますよね。でもあえて、なんかこう、よくこういうことありますよね。例えばこう、人に対してね、良くない態度を取る、冷たい態度を取るとかね、あるいは批判するとかね、支配しようとするとかね、恨みつらみとか、とにかく負の感情ですよね。このね、負の感情、トータルして負ですよ、全部いろいろ。この負の感情を人にね、他者にぶつける人がいます。これっていうのはですね、全くこの愛がないんですね。愛ありますか？ここの冷たい態度を取ったり、批判したり、支配しようとしたり、恨みつらみの負の感情を持ったりとか、とにかく職場でも学校でも、まあ、人間関係いろいろあって、とにかくこの負の感情を持ってのですね、これですよ、負の感情の言動をしている人は不幸です。不幸っていうのは、自分が自分でそうしてるっていうことなんです。で、愛を持って言動しない人は不幸になるんですね。不幸になる。その理由っていうのは何かというと、みんな愛を求めてるってさっき言いましたよね。生き物はみんな愛を求めてるんですよ。愛が欲しいと思ってるんです。愛を向けてって、自分に向けてって思ってるのに、それをですね、与えないんですよ。この愛を持って言動しない人は与えてませんよね。愛を持ってないんで、だから、ああ、この人とは関わらないと思われるんです。関わりたくないって、嫌いと思います。離れられちゃう。どうですか？皆さんそうじゃないです。自分に対して愛を持って言動しない人を、ああ、もうこの人とは関わりたくない、関わらない、もう嫌い、もう離れるって思いませんか？ということは、愛を持って言動しない人が不幸になるのって、これ当たり前のね、原理原則なんですよ。自分が愛を人に与えないんで。でも世の中にはですね、自分が愛をもらえなかったからといってですね、これがすごく辛くて、もう絶望してて、自分の中の怒りとかの負の感情になりますよね。これがですね、自分の中でもこう炎のようにこうメラメラとこう燃えちゃってる人がいるわけなんです。これが恨みつらみですよ。この自分が愛をもらえなかったのが、もうこういう炎ですね。まあ、それこそこのね、赤い感じでこうメラメラとこの恨みつらみになって、これがですね、他人へ攻撃になっちゃうんです。攻撃、ちょっともう全然これペンが書けないんですけど、恨みつらみが他人へ攻撃すること、他人になんか辛辣な言葉を言ったりとか、あとはなんかもう投げやりというか、もう腐っちゃうね。腐っちゃう。もう投げやり。負の思考とか行動になっちゃってるんですよ。どうですか？このですね、一連の
ね、自分が愛をもらえなかったからそれが辛くて絶望、ね、ここまでは自分の中だけなんですね。それがどんどんこうやっぱりもう負の感情がどんどんメラメラとこうなってきまして、恨みつらみがすっごくこう湧いてきて、それがですね、自分に愛をくれなかった人に対してだけじゃなく、まあ、他者ですよね、もう全然自分とは関係ない人にまでいろいろ攻撃をしちゃう。それは言葉であったり、まあね、さっき言ったように言動ですね、思考すべてが負のものになってしまうわけなんですね。そうするとどうですか。さっき言ったように人はですね、愛を与えてくれる人が好きなんですよ。愛を与えてくれる人が好きだから、こんな自分になんか攻撃してきたり負のね言葉を言ってきたり、なんか当たられちゃったりイライラされちゃったり、なんかそういう負をね自分に与えてくる人っていうのはみんな離れるから、結局自分自身が孤独になっちゃうわけなんです。そうすると、まあ、こちら書くとこないんでこう置きましたけど、孤独になるから結局自分が不幸になってるんですよ。どうですか、この一連のこの流れ。まあ、自分が愛をもらえなかったから自分まで愛を与えない人生生き方にしちゃってるわけなんです。そうすると不幸になってるんです。だからまたずっと不幸だから、またさらにイライラ、負の感情がずっとあり続けるわけなんですよ。このまずこれは自分の中ですね。これ自分の中、これ自分の中でもずっとこうですよね。不幸だから全然笑えないしムカつくしっていうことで、そしてそれがまた他人にも向いちゃう。だから自分の中と他人に対してと両方ですね、2つともがもう不幸なんですよ。不幸な言動になっちゃってるんです。と思考ですね、生き方。だから本当にですね、自分が愛をもらえなかったから、恨みつらみがあるからといってこの負の感情をずっと持ち続けてですね、そして自分まで愛を与えない生き方になって、そしてそれで不幸になってる。そうするとまたイライラ負になって、もうそれがまた他人に向かう。もうこのですね、もう本当ですね、もう永遠にこのね負なんですよね。いつも私が言ってるように負のスパイラルなんですよ。だから最初に言ったように、自分がですね、もうとにかく愛を持って言動するっていうことなんです。愛を持ったですね、持ったでもどっちでもいいんです。持ってでも持ったでもいいんですけど、とにかく愛をね持った言動をして生きていくっていうことなんです。自分がどれだけ誰かに辛辣な言葉を言われたりね、すっごく悲しい思いをさせられたからといって自分までそうなっちゃダメなんですよ。自分まで同じにならないことっていうことが大事っていうことなんです。とにかく自分が愛を持ってこうやって生きてれば、周りの人が愛を求めてるんで、ああこの人いいな、この人優しいな、この人温かい人だな、いい人だなってみんなから好かれるわけなんですよ。これはですね、機嫌を取るのと違いますからね、人の機嫌を取るんじゃないんですよ。なんかこう愛を持ってね、優しくしたり思いやってこう一生懸命尽くす、そうやってね相手の機嫌を取ってなんか自分がこう好かれるように持っていくっていうんじゃなくて、自然なんです。あくまでも自然に、何でもですね過ぎちゃダメなんです。過ぎない、思いやり過ぎない、優しすぎない、尽くしすぎない、普通に愛を持って接するっていうことなんです。普通に愛を持って言動をして生きていくっていうことなんです。それをですね、これ自然にね、自然にっていうことなんです。そうすると自然に好かれますっていうことなんです。で、その愛を持ってね接するっていうのはどういうことかっていうと、自分の言葉と行動をですね、ほっこりしてるかどうか、温かいかどうか、優しさがあるかどうか、そこに気遣いがあるかどうか、察することをちゃんとしてるか、そして大きな心でその人を見てるか、他にもありますよね。他にもこの愛がある言動っていっぱいあります。自分が口にする言葉、誰かに言う言葉、行動することに愛があるかを、こういういろんなことがちゃんと含まれてるかを自分でチェックしてください。自分でチェックすればですね、あ、今私あの人にああいうことを言っちゃったけど、あれってちょっとトゲがあったなって、あ、そしたら今度からああいう言葉は言わないようにして気をつけようって、まあ、その場でですね、ものすごく深く考えなくていいんですよ。いちいちものすごく神経質にならなくていいんです。あ、なんかちょっと言っちゃったかなと思ったら、次からもうそういうことは言わないようにしようとか、笑顔でいようとか。やっぱりですね、何よりも笑顔が一番なんですよ。笑顔の人をみんな好きなんです。これもね動画出しました、過去に。
笑顔もみんな求めてるんです。愛と同じように笑顔を求めてるんです。だから最強なのはね、本当に愛を持った猫の言動と、まあ笑顔ですね、この2つがあればもう最強っていうことなんですよ。これがですね、まとめですね。幸せになるのは超簡単。自分の言葉と行動に愛を入れる、ね、ほっこり優しさ察する、温かい気遣い、大きな心で見る、それをねちゃんと自分の言動に入ってるかどうかをチェックして、そして笑顔で接するっていうことですね。これをしとけばですね、本当にですね、人がねちゃんとねこうねつながっていきます。これをやってない、この真逆、さっき言ったようにこうメラメラと燃えててね、負のスパイラルで生きてる人は自分が自分を不幸にしちゃってるっていうことですよっていうお話でした。まあ、こういうふうにね、皆さんのね、もうなんか毎日悶々としてるなとか、なんか自分の人生ってうまくいってないなとか、まあそういう何か負がね自分の中にずっとある方の本当に心とか人生が楽になっていただけるような動画をですね、こうやって発信してますので、ぜひね、まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録していただいて、まあいろいろですね、とにかくたくさんありますんで、本当にゆっくりと見ていただいてね、お役に立ててください。TikTok とかインスタの方はもうショートしか上げられないんで、短いんですよね。で、そちらの方で、なんかこれってどういうことなんですかってよくコメントをいただくんですけど、いや、長尺のこのしっかりしたこの動画をですね、一つ一つ見ていただけたら本当にですね、ああ、そういうことかって思っていただけると思います。まあ、そして、まあ動画だけじゃもっともっとね、細かいとこがわからないから、そこをどうにかね、理解したいという方は個別の悩み相談に来てみてください。そうしたら皆さんの人生を私がお聞きして、細かいとこまでちゃんとお聞きしてですね、その一つ一つをこうクリアしていって、ああ、そうか、そういうふうに考えればいいんですねっていうことで人生がすっごくね、楽になっていただいてますので、まあ、そのレビューはですね、コミュニティの方とか、まあ、TikTok とかインスタの方に上げてます。皆さんのご感想をですね、見ていただいて、あ、じゃあ私も一回ね、やってもらおうかなと思う方はですね、概要欄に公式の LINE のですね、URL がありますんで、まあ、そちらからですね、お申し込みの方をお待ちしてます。では今回もありがとうございました。